最近子供が学校に行くのを行きしぶる、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、学校への行きしぶりが解決した成果報告ということで、実際にこの後紹介するね、岩井さんという方は、まあ、お子さんがもともと学校にね、結構行きしぶりの状態があったんですね。まあ、その時に僕のサポートを受けてくださったんですけど、まあ、その結果きちんと学校にね、行くことができました。行くことができるようになりました。で、じゃあどんなサポートをしたのかっていうのを今日は紹介していきます。これ本当に間違ったサポートをすると、行きしぶりどころか完全な不登校になることもありますので、ぜひお子さんのね、行きしぶりが今あるっていう場合は、今日の内容を参考にお子さんのサポートをねやってみてください。はい、じゃあまず最初にこの成果報告を簡単に紹介したいと思います。この岩井さんはね、もともとお子さんがですね、前の席の子と揉めて、それをきっかけに学校に行きたくないっていう風に言い出したそうなんですね。でさらに部活でも結構トラブルがあって休部していたりとか、あとは提出物も出せなかったりとかして、内心にも1がついている、そんなような状態だったそうなんですね。でそんな時に、まあ、僕がね、中学2年生の子供がいる、お父さんお母さんたちだけが参加できるオンラインプログラムがあるんですけど、こちらにね、参加してくださいました。でそこでまあ1年間ね、僕の方でもね、こういろいろサポートをしていったんですけど、結果的にまず子供はね、学校に行きたくないというのがなくなったそうです。で、きちんと行けるようになり、そして部活も、復活してね、行けるようになったそうです。あとは提出物も出せなかった状態がきちんと出せるようになり、さらに子供自らね、塾に行きたいというふうに言い出したそうなんですね。もうこれは大きな変化ですよね。じゃあどんなね、サポートをしたのかってところも紹介していきます。親が行ったことは主に5つです。まず1つ目が、しなさい言葉を減らすってことですね。勉強しなさい、早くお風呂に入りなさい、靴は揃えて脱ぎなさい。まあ、こういったしなさい言葉ですね。まあ、これ全部が全部ダメっていうわけではないんですけど、言い過ぎてしまうと結構子供はね、言われることがストレスになるんですよね。で、結果的に、ストレスが溜まるから親子関係が悪くなってしまうと。で、これを減らすことで親子関係がまあ良好になっていくってことですね。で、2つ目が、子供の好きなドラマの話をしたそうです。まあ、これをすることでやっぱ共通の話題ができるのでね、やっぱ子供との関係は良くなりますよね。会話も弾むのでね。で、3つ目、テスト前にご褒美作戦で動機づけをしたそうです。まあ、これはやっぱり、どんなね、動機づけが効果的かっていうのは子供一人一人違うんですけど、まあ、この岩井さんのお子さんの場合はご褒美作戦が効果的だったと。で、これをやった結果、まあ、子供のやる気にね、火がついて、まあ、塾とかもね、ちょっと行きたいっていうふうに言い出したということですよね。で、4つ目、担任の先生と連携をしたということですね。というのは、もともとこの学校に行きたくないと言い出したのは、前の席の子と揉めていたのがやっぱきっかけなわけです。なので、ここを担任の先生にうまく、こう、サポートしてもらうように連携をしたわけです。あと5つ目、部活の顧問と連携をしたってことですね。まあ、これも部活を休部していた理由は、まあ、部活内のトラブルなので、そこで顧問の先生にうまくね、連携をしていただいたことで、結果的にね、復帰できるようになったということですね。はい。で、まあ、今回はね、行きしぶりがテーマなので、ちょっとここについて、噛み砕いてお話ししていくと、そもそも子供がね、不登校になるのはどういう流れかっていうと、まあ、すべてがね、この流れではないんですけど、一番多い流れは、まず最初に親子関係が悪くなります。で、その後どうなるかっていうと、何か学校でトラブルが起きる。例えば、今回の岩井さんで言うなら、なんか前の子とね、揉めるとか、あと部活でね、トラブルが起こるとか、こういうことはね、もう絶対にね、中学生、小学生、高校生、起こるんですよ。で、その時に、親子関係が悪いと、相談ができないんですよね、親に。で、その結果、どんどんトラブルが悪化していって、最終的に行きたくなって、学校に行けなくなってしまう。この流れがね、非常に多いです。で、岩井さんのように、こうやって良好な親子関係をね、しっかり作っていって、で、さらに子供がトラブルが起きた時にですよ、まあ、担任の先生とか部活の先生と連携するみたいな、こんな早めの対応をしていけば、もうほとんどの不登校は実は防げるんですよね。まあ、もちろん、その、発達障害とかね、いじめを受けてしまったとか、まあ、その、どうしてもね、避けようとしても無理なものも、まあ、一部あるっちゃあるんですけど、まあ、僕の経験上、ほんと9割ぐらいの不登校はきちんとサポートしていけば、防げます。まあ、なので、ぜひね、今回の内容を参考に、これもね、本当に、このまま間違った対応したら絶対不登校になっていたのを、岩井さんはね、しっかりサポートでね、改善できていますので、ぜひ今日の内容を参考にね、お子さんがちょっと行きしぶりが出ていたら、まあ、しっかり良好な関係を作り、そして、このトラブルの芽を潰していくって感じでね、サポートしていただければと思います。はい。まあ、ただね、この良好な親子関係を作るってところが非常に難しくて、結構ここでね、つまずいてしまう方がやっぱ多いです。で、この辺については僕が無料で配信している思春期の子育て無料講座ですね。動画の右上もしくは概要欄からチェックすることができます。この中で詳しくお話ししておりますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。